軟膏剤軟膏剤、皮膚外用剤とは、皮膚疾患の治療の一つである、皮膚外用療法に使用される、医薬品の半固形の製剤である。有効成分とアセリンなどの機材の組み合わせで構成されており、機材の中に分散して、有効成分が存在する形になっている。有効成分と機材をそのまま混合するか、溶媒に溶かすか、加熱誘拐させて混合して制する。 チューブやプラスチックやガラスの瓶に詰められて流通している。軟膏の競技の意味では、ワセリンなどの油脂性機材を用いたものに限られるが、日本薬局型の規定では、乳剤性機材を用いたクリーム剤も含まれている。ここでは、競技の軟膏に限らず、皮膚に概要する薬剤一般につき解説する。皮膚に付着し、有効成分を長く、皮膚に留める働きをする。 塗りやすく、皮膚に対する刺激性がなく、有効成分の安定性に影響しないものが求められる。有効成分と機材との親和性が有効成分の吸収速度に影響する。大きく素水性と浸水性機材に分けられる。一般に軟膏と呼ばれているものである。競技の意味での軟膏である。水を弾き皮膚の被膜保護作用も期待できるが、 洗い落としにくいという欠点にもなる。鉱物由来のワセリンやパラフィン、ポリエチレン樹脂を流動パラフィンで、ゲル化したプラスチベース、生物由来の蜜漏などが用いられる。軟膏剤、特に乳剤性軟膏剤は微生物汚染を受けやすい、ため、パラオキシアンソク抗酸エステルやデヒドロサク酸などを防腐剤として加える。また、油性機材は酸化しやすいので、 ジブチルヒドロキシトルエニやトコフェロール、アスコルビン酸などを抗酸化剤として加える。薬効を示す成分である。ビタミン剤、ステロイド剤、塩節、抗生物質、抗真菌剤、免疫抑制剤など、多種多様な種類がある。夏や暑し、総称皮膚剤、格論。ありがとうございます。